残るのは風と水の殺人。被害者はどんな殺され方をするんだろう。そして残る転校生は僕と桜田しのぶさん。じゃあめぐるくん、このピックアップされたリストに従って早速聞き込みを始めましょう。狙われる心当たりがないか彼らに聞いていけばきっと犯人の動機に結びつくはずよ。うん、それじゃあ早速行こう。じゃあ最初はイオナさんにしよう。こないだパスを落とした人ね。それじゃあ早速レッツゴー。イオナさん、こないだはすみませんでした。なんだか失礼なことをしてしまって。いいのよ、私の方こそ。あの時はわざわざ落とし物を持ってきてくれたのに素っ気ない態度を取ってしまって。それで今日はどうしたの？そう、怖い話ね。でも心当たりはないわ。多分狙われているのは私じゃないと思う。お役に立てなくて申し訳ないけれど。じゃあもし何か思い出したらすぐ僕たちに連絡ください。くれぐれも不審人物には気をつけて。ありがとう。次を当たろう。何ですか、あなたたちは。
はじめまして、僕たち新聞部の桃井と立花と言います。実はちょっとお聞きしたいことがあって来ました。今いいところなんだ、あまり邪魔はしてほしくないんだけど。頭がいいんですね。休み時間にまでそんな難しそうな本を読んでいるなんて。あまり運動とか激しく動くのは得意じゃないから本を読んでるだけだよ。で、話って？僕が狙われている？何かの間違いじゃなくて？だけど、もうあと転校生はほとんど残ってないんです。本当に何も心当たりはありませんか？例えば、逆恨みを受けるようなトラブルがあったとか。ないよ。自分で言うのもなんだけど、僕はおとなしい方だから、あまり恨まれるようなことはないと思う。次を当たろう。忍ぶいるかな。忍ぶ？忍ぶ？いないのかな。ねえめぐるくん、もう行こうよ。忍ぶ？何？今忙しいの？あ、いや、あのさ、特に大事な用がないならまた今度にしてくれる？それじゃ。ちょっと待って、大事な話があるんだ。忍ぶ、ちょっと忍ぶ。忍ぶさん、なんか部屋の中を見られたくなかったみたいね。立花さん、とにかくドアも開けてもらえないんじゃ、これ以上ここにいても仕方がないわ。行きましょう。はあ、なんかあんまりキーになる情報は得られないわね。うん、だけどみんながみんな怪しかったね。何か隠してるって感じで。そうそう、あれはきっと事件のことで心当たりがあるわよ。でも今のままじゃ話してくれそうにないし。
近聞いたんだっけ？まだ松井先輩が残ってるよ。じゃあ、今から先輩の部屋に行くわよ。え、今から？もうこんな時間なんだし、聞き込みもできないよ。いいの、行くって言ったら行くの。いい？一刻を争うことなのよ。もし次の事件が起きたら遅いんだからね。わかったよ。松井先輩、いますか？新聞部の者なんですけど。先輩？もう寝ちゃってるのかもね。そうね、もうこんな時間だし。だからさっき言ったじゃないか。今が大事なのよ、今が。所詮過去は過去よ。ということで、今日はもうお開きね。明日聞けばいいことだし。それじゃ、めぐるくん、おやすみ。次元発射装置ってことか。めぐるくん、君たちちょっといいか。何か？我々の調べによると、昨夜被害者を君たちが訪ねていたという情報があって、しかも目撃時間がちょうど死亡時間に近くてね。ちょっと待ってください。僕たちを疑ってるってことですか？僕たちは確かに昨日松井先輩の部屋に行きましたけど、すぐ帰ってきたんですよ。被害者を椅子にくくりつける時間くらいあったはずだ。冗談じゃないわよ。本当に私たちはただ行っただけで、先輩にも会えずに帰ってきたんだから。そういうことは全部署で聞くから、とにかく来てもらおうか。ちょっと僕たちは何もやってない。だから遊び半分でそんなことされても困るんだって言ってるだろうが、邪魔なだけなんだ。あ、遊び半分ですって？私はいつだって真剣に。ちょっと立花さん、ここはおとなしくしてた方がいいって。何言ってるのよ。私たちがどれほど事件の核心に迫っていたか知らせないと。そんなこと言っても聞いてくれるわけないよ。とにかく落ち着いて。
ら、いい加減にしないと本当に逮捕するからな。